癒着がかなり肩強いので。あ、いい色出てきてますね。この子はちょっといただけない色をしておるわ。だいぶ悪いよ。起き上がるすごい楽でした。松田コースですね。重症ですね。だいぶね、前の方がむしろ上がんない。そうですね。もうなんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか来た。はい、うん、上がりやすい。腰硬いですね。全然僕のこと笑えないですね。腰は皮膚が硬くなっちゃってますね。もともと腰痛もあれですか、もう長いんですか。気がついたら腰痛だったって感じです。これ腰痛が何かが分からなかったんですけど子供を産んでから腰が痛いっていうのはこういうことかっていうのを知った感じですかね。じゃあもともとやっぱちょっと鈍感なタイプだったのかもしれないですね。あんまり風邪とかも引かないタイプですか。あ、もう風邪はもう全然引かないですね。まあ、でも鈍感なのはいいことですからね。ただこう鈍感な方はこの病気症状とか出ないんですけど、ある日急にバコンって壊れるっていうこの特徴がある。静岡から出てきたんですか。飛行機です。あ、飛行機で来られたんですね。じゃあ行ってきます。お願いします。初スイダマですね。初スイダマ、はい、そうなんですね。お初をいただきます。お初いただきます。じゃあ動かしていきますね、はい。大丈夫です。はい。お、でも肌はちゃんと反応してますね。あ、赤くなってますか。背中がポポポポしてきてますね。いい色ですね、みつきちゃん。そんなに色出てますか。いいよいいよいいよ。え、痛みないです。すごい気持ちいいですか。あ、よかったです。皆さん、水玉はね、気持ちいいものだから。あ、でもなんかその塊は触ってほしくない感じ。ご商売。いや、あの痛みが出てくる。結構痛い。実際ただやっぱ五十肩、まあ右はそうでもね、ないんですけど、ね。肩甲骨の辺はやっぱきついですね。オッケーです。多分癒着がかなり肩強いので。あと美月ちゃんはですね、橋本氏病っていうちょっと内分泌のホルモンの疾患もお持ちなので、橋本氏病の方ってちょっと水泡ができやすい方が多いんですよね。だからまあ刺激量は今日はまあ控えめにしながらやっていきます。ホテルは今大丈夫です。はい。肩甲骨がだいぶ癒着してそうですね、肩甲骨周りが痛みが強いですね。コメントのセンスがみんな素晴らしいなと思って、私特に美月ちゃんさんのコメントが好きなんですよ。あら、嬉しい。やだ、褒められた。嬉しい。電子の忖度。どういうことですか。だいぶ背中は熱くなってきましたね。あ、でも温かいの分かります。うん、感じます、うん。いい色出てきましたね。いいよいいよいい。どの立ち位置で。いい色出てるよ。よし。じゃあ吸っていきますね。はい、どうですか。まず流してもらったのが神田さんの動画で見てる限りで、痛いとかギャーとかって言ってる方も中にいらっしゃるみたいなんですけど、まあちょっとオレンジ色の方とかですね。ああ、そうですね。え、言うほどかって思ってるんですよ。お、これは特殊な水玉。久しぶりに使いました。これをどこにどうつけるかはこの天使センスです。水玉どこにつけるってこの星座者のセンス次第なんで。おっと、おお、なんか左肩が今一番、おお、右肩も、あ、肩はちょっときつめですね。肩はね、結構きますね。はい、今痛み大丈夫ですね。うん、効果も初ということで。あ、そうなんですね。はい、初効果。お味いかがでした。うまかっちゃん。を食べたことあるんですけど、あ、はいはい、それよりすごく美味しかったです。あれと比べちゃダメですね。あの、ちょっと空気を読まない天使がポージングしてるんで、今ちょっと美月ちゃんのコメントが台無しです。何してる今。
ったりするんですか。いやちょっと足がね、あのラーメンを探し求めたりたパンパンだって言ってたんで、足にも水玉しようかな。ああ、水玉をね、なるほど、はい、なんですけど乾燥してるんで潤いを、潤いを、はい、ハイテンさんのメタックスローションです。筋肉の疲労がスルッと取れるというか、ね、ゴールドが入ってるので筋肉を柔らかくしてくれるので。先日静岡にもファイテンさんのお店があるんですけど、はいはいはい、できて、そしたらあの神田さんであの浅草のとこに行った、はい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 、赤い卵みたいな、はいはいはい、あれの白があったんですよ。あ、はいはい、あの通常版ですね。でそれで、あ、白があるんだと思ってフラフラって入りましてで眺めてたらあの店員さんが来まして、はい、ファイテンさんをカンナさんが紹介してたんですよって話をしたら、え、カンナさんって何ですかって言って、そこから YouTube 紹介しました。あ、ありがとうございますその場でチャンネル登録する私とか言って足の疲れがあるとき、歩いて広がるときとか、むくみがある人は本当足に水玉してあげると本当楽になりますね。今痛みはどうですか。あ、もう全然散ってる感じです。うまいこと分散されてるなるほどです、はい、あ、でもいい色出てきてますね。うん、水木ちゃん背中も色が多分しっかり出ますよ。終わりました。ここちょっとあれですね、ちょっとラブリーじゃないですね。ん？大丈夫です。はい、結構個人的にラブリーに仕上げたいなっていう。今きしんどくないですか。大丈夫です。はい、水玉たんぼ、この子はちょっといただけない色をしておるわ。あら、この子もいただけない色をしてる。歯にもしていきますね。はい、首もちょっとします。はい、ちょっとだけ長い針ですね。こういう時じゃ何も感じないですね。やべえなだいぶ悪いぞ、ここ。さっきのよりもだいぶ短くなる。ここも水じゃ何も感じないですか。はい、やべえな刺した時に硬いなっていうのがやばい、やばいなと思う。ですね、厳密に言うと別に硬さじゃなくてですね、あるポイントがあるんですよ、硬さじゃなくて、うん、こう、あー、ここ悪いとこだなみたいな、こうポイントがあるんですよね、はい、そこに入るとまあ、ほぼ必ずズーンってするはずなんですけど、はい、それがないってことはそんだけもう感覚が麻痺してるっていうことになるので、結構重症、慢性化しすぎてるっていう風な状態ですね。こことかも今すごくいいツボなんですけど、これ多分触られてるっていうのはあるんですけど、ズーンがないです。なんかしてますよねっていう感じだいぶだいぶもう慢性化しすぎてるな。いや、みつきちゃん背中色だいぶ悪いな。え、何そのみつきちゃんの見えないところでしてるその、何なのそのボディーランゲージは。収穫の時期です。ああ、そういうことですね。なんかね、ラブリーなとこ帰ってきますね。ラブリーはそこまで、ああ、でもラブリーですね。みつきちゃん、はい、ラブリーです。ラブリーですか。はい、でもそのラブリーの横になんかとんでもないやつもいますけどね言っときます、この子。そう、そう、あ、それ最後でいいじゃないですか、はい。
この辺も結構もうわしゃわしゃいい色してるんで、いきますよ。なかなか、なかなかだぜ。スターダストが。ダストではない気がするけど。クズではないけどね。なんてこと言うんですか。いや、ダストではないでしょ。流れ星、くっついてきたんです。逆にダストっていう方が失礼だと思うけど。あらまあ、あら、みつきちゃん、みつきちゃん、いただけない。これは今までの視聴者さんの中でも一人を争うレベルです。そんなですか。むしろもっとすげえのがあそこにいますか。いますよ。なんで、なんで戻した。じゃん、はい、なかなかですぜ。足もいい色出ましたね。足そんなに出ないんですけど、ね、やっぱり関係あるんですか。ありますね。基本的にこの水玉の悪い色が出る患者さんっていうのはそこの流れが悪い、で流れが悪いせいで代謝物質とか、まあ、体にあまりよろしくないものが溜まっているっていう考え方なので、柔らかくなりましたね、腰。うん、ああそうですか。水玉の場合筋肉も緩めるっていうのはもちろんあるんですけど、この皮膚もね一緒に柔らかくするっていう、皮膚を整えるみたいな、ね、考え方もあります。これはちょっと詰めて通っていただきたいな。8時間後とかにしたい。明日とかではなくて8時間後ぐらいです。よい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 いや、でも痛みは減ってますね。うん、だいぶね柔軟性は出てるんですけど、これはねちょっと8時間後にもう一回したい。腰をこうぐーっとだいぶ回る。うん、今度左も行きましょう。回ってる感覚はあります。はい、なんか行ってる感じはします。まだね、硬いんですよ、正直なところ。ただこれ以上やっちゃうと、結構負担量が大きくなっちゃうんで、一旦今日はこれぐらいですね。はい、ちょっと一旦左手を外側からですね。耳までほぼほぼつきそうですね。うん、痛み感じます？1とか2ぐらいはありますけど。あ、そんなもんですか。はい、その奥のところがちょっとなんか残ってんなっていうのはありますけど。意外と取れましたね。でも来た時とか始める前よりは全然、はい、全然楽です。はい、前がやっぱちょっと、ね、うん、ちょっとコキコキコキっていうのがありますね。前も痛みありますか。前はちょっとある、うん、ちょっと前の方に、うん、前の方にありますね。これと最後首だけ少し整えましょうか、ね、はい、この辺の痛みも感じます、うん、あ、でも取れました。あ、取れました。うん、しんどいのはないですね。ちょっとね動きが悪いので、ここだけ最後整えましょう。はい、ちょっとね、やっぱね、筋張ってるやつがいるんですよね。それされるとかなり気持ちいいですね。気持ちいいですよね。ただね、やっぱ奥の方がかなり硬くなってるプラス、あんまりやっぱ首の骨が普段動いてないんだろうなみたいなところがあるので、でもムチ打ちにはなってなさそうですね。あ、本当ですか。ムチ打ちだったらもっとやっぱ硬くなっちゃう部分があるので、うん、そう、これですね。ちょっと答えますね、うん、はい、左の前側だけ悪かった。ここだけ寂しい。
私何も感じないです、うん、ちょっと反応が悪い、こっちかな、あ、おー、ここだ、意外と浅いとこにありました、前からすぐにあります、今痛み感じます、少し、はい、あります、ね、はい、普段関節鳴ります、パキパキとか、あ、なんかふとした瞬間鳴りますね、あ、鳴りやすいですね、それしていただいてるのすっごく気持ちいいですね、でしょうね多分普段動かないとかなんで、手首が硬くなると意外と肩って悪くなるので、こっちの方が楽ですか、そうですね、うん、これでもう一回ちょっと上げて、あ、楽、楽です、はい、うん、だからね、この結構手首と肘の問題って大きくて、普段からこうちょっと自分で揉んであげたりとか、はい、ちょっとこう肘のストレッチって意外と大事なんですよ、うーん、こうぐーっと曲げたまま、うん、で今度動かして、でまたぐーっと、今肘のとこに院長の指が挟まってる感じでやってくださってるじゃないですか、はい、何か挟んでストレッチした方がいいですか、ああ、これ挟んだ方が負荷が強くなるんですよね、言ってしまえば、だからまあなんか綿棒的なものをここに挟んでこうグーってしてあげてもいいですし、はい、なるほど、左側にちょっとねじれてるんですけど、はい、これはやっぱね何回かしないとやっぱこの癒着は取れないですよね、じゃあ今回の針と吸い玉でだいぶ筋肉自体は緩めてるんですけど、うん、やっぱ関節が結構固まってるんですよね、ここはやっぱ強刺激でするか何回かちょっと詰めてやらないと剥がれない、うんうん、じゃあもう一回最後、はい、上がりまして、はい、なんか私今起き上がるのすごい楽でしたあの普段自宅のベッドで上がる、起き上がるときってベッドにこう手すりついてるんですけど、あ、はい、それを捕まってスッて起きるんですけど、今普通にスッて起きれましただいぶ、はい、すごく楽でした、座る姿は随分綺麗になりましたね、嬉しいあ、だいぶいいですね、遊びできましたね、あのグッて押されただけでウッウッていうのはないですね、まあ、遊びゼロでしたけど、うん、今ある程度この骨、うん、腰椎の関節の隙間に遊びを作りましたんで、うん、多少動かしたりしても疲れにくいと思います、うん、ですぐ硬くならないので、はい、一回ちょっと左手上げてみましょうか、うん、痛み感じます？あ、大丈夫です、大丈夫です、うん、じゃあ前から、はい、上がるようにはなってますね、うん、前は痛みちょっと感じますか、ね、うん、少しうっすらいますけど、でもさっきのカクカクカクっていうのはないです、はい、多分ね、みつきちゃんの状態だと、ね、左肩治療しちゃうと悪化するタイプなんですよ、だから今日はちょっとそこまでせずに、はい、あの他の遠隔の部分で針してやっていってますんで、みつきちゃんのお背中、はい、こんな感じで悪すぎましたねあ、すごいラブリーだけど嫌なラブリー1時間後ぐらいにもう一回どうでしたか、初の水玉とか、あ、もう受けててなんか、あ、だんだん軽くなってくるの分かるってちょっと実はもう感じてたので、意外とその場で分かりますよね、水玉はですね、そうので、あ、これだったら本当に神奈川近くにあったら絶対毎週とか毎月とか通いたいなっていうのが本当に分かります、本当やってほしいですね、はい、ちょっとしばらく詰めてですね、全国に一応ね、僕の仲良くしている経験医とかもありますので、まあ、詳しくは動画下の説明欄見てみてください、みつきちゃんもですねチャンネル運営されておりますので、まあ、リンク動画下の説明欄貼ってます、結構食レポとかされてますよね、ショート動画で、あ、そうか、はい、ショートがショートで、あのどこどこのケーキとかそんな感じをちょっと紹介させてもらってるんですけど、はいはい、結構静岡がメインなんですか、まあ、地元ですね、地元を盛り上げたいなっていうのかも勝手に思ってやっております、ぜひチェックしてみてください、ありがとうございます、はい、じゃあ今後もですねこういった動画をお届けしていきますので、よろしければ評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。
ます。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。みつきちゃんのネイルが可愛いです。いちごちゃんです。はい、実はあのこれ今4色目なんですけど、自分的には4色目。ですね、1ヶ月に1回塗ってるんですけど、一番最初がみかんにしました。かわいい。そういう果物とかフルーツなんですね。で、2番目が富士山にしたんですよ。あー、急に。で、3番目がまたフルーツなんですけど、ニューサマーオレンジにしたんです。ニューサマーオレンジ、ニューサマーオレンジがパッと出てこない。伊豆の名、名産なんですけど、で今回はいちごなんですけど、全部静岡にちなんで、ケマっていう地域のあたりがやっぱいちごの名産なんです。あ、そうなんですね、はい、あんま静岡いちごのイメージなかった。キラピカっていう種類があるんですけど、それが、ね、静岡生まれの、キラピカ、はい。